はい、どうも芸人です。よろしくお願いします。ということで今回もパンチラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、てなわけで今回なんですけども、久々の52マス貫突企画、はい、そして出ていただく方がおさだちゃん、はい、まあ、YouTube をちゃんとしっかりとやられている配信者の方ですね。はい、まあ、今回おさだちゃんがですね、52マス貫突の、赤犬をプレイしていただいたんで、今回解説していきながら見ていきたいと思います。おさだちゃんのね、YouTube は概要欄の方に貼ってるので、よかったら皆さんチェックしてみてください。結構イケボなのでめちゃくちゃ癒されると思います。はい、てなわけで、まあ、ちょっと見ていきたいんですが、こちらね、赤犬、はい、ドルドルのやつですね。はい、これバロックワークスの、メダル編成でやっていくと。まあ、こうすることによって、劣勢時、あとは優勢時にしっかりとスキル2を短縮していく編成ですね。はい、で、サポートがですね、もちろん赤犬なので、大岡七部会の今の環境、新世界と。はい、キドロをですね、やっぱり止めていかないと、いけないということですね。まあ、ニカに対してもどれぐらいやれるのか、まあ、52マスのね、赤犬だったらどこまでやれるのかちょっとね気になるんで、ぜひともね皆さんと一緒に見ていけたらなというふうに思います。それでは見ていきましょう、どうぞ。はい、それではですね、1戦目見ていきたいと思います。いや、ここにね今ニカがいて、そしてこの裏にカイドウ、そしてキドロがいるんで、まあ、それをねどういうふうにしばいていけるのか、しばいていけるのか、もうね今の環境、まあ、どうなのかちょっと見ていきましょう。まあ、これはねもう赤犬最強級の赤犬なんで、はい、でまずは今回避、しっかりとね回避をなくしてから無敵を当てていくっていう作業ですね。さあ、でこれは犬神グレン、うん、で当てていく。さあ、ただやっぱりね赤犬っていうのは猛火をかけていってバフをかけていくタイプになってくるので、このシャンクスと対面してるのって正直ねあんまり対面したくない。はい、ただここで やり合っていく、殴っていく、殴っていく、お互いに殴っていく。さあ、これでまずダウンしてしまったのが4校シャンクス。さあ、ここからどうする。おっと、シャンクスここで握ってしまうか。そうなってしまうと鳥にはやられてしまう。さあ、犬神ぐらい未だ健在の強さ。うん、さあ、でこれで無敵が溜まっていく。やっぱバロックワークスのやつ早いっすね、スキル2溜まんの。うん、さあ、盤面に出てきたのがキドロ、カイドウ、そしてニカと、いう感じですね。さあ、これはニカに向けて、何かしていくのでしょうか。ただタゲを取っているが、歩いて回避されるレベルまで落ちてしまったこの赤犬。さあ、ただ回避がなくなってしまったので、はい、無敵でワンパンと。はい、ただマグマグ状態が消えている。やはり今の環境きつそうだな、そう考えると。さあ、で、後続に出てきたのが新品のキドロ、そして裏にカイドウ。はい、さあ、このカイドウに対して犬神ぐらいをぶち当てていくが、ここはしっかりと読まれていく。カイドウの視野がかなり広いですね。広い広い。さあ、目の前にいるのがキドロ、ここを守りきればいい。うん、ただ敵はこれは鬼ロー、ローになっておきたいところですが、あ、なんとキットで詰めていくスタイル、これはちょっと危ないですよ。はい、さあ、これで猛火にかかってしまう。さあ、こうなってしまったら赤犬の餌食になってしまう。そうだよね、回避がないから犬神グレンで KO されてしまうと。はい、もうこれはしっかりと特性を理解してるおさだちゃんのが圧倒的に有利でしたね。はい、さあ、で後続に来るキャラクターたちはこれどうなっていくのか、このあとねめちゃくちゃなキル数が起きてきますこれはね見てて気持ちいいぞ、こっからもさらに。うん、でさあ、盤面にいるのがロジャー、そしてシャンクス。いや、しっかりとジャスカイしていく。で犬神グレンでワンパンと。さあ、でスキル2が溜まっている。さあ、ここでスキルに合わせていく。で、ロジャーにはちょっとねなんかよくわかんないこと起きてましたけども、はいさあ、でこっちのブースはまずはローを持っていく。合計1万入ってましたね、通常2発で。はい、でこれロジャーは全く怖くないんでね。さあ、でこれでご利用していく。さあ、やばい火力がおかしいことこれはやばい全部の危機を救ったのはこの赤犬でしたね、今の。完全に今の赤犬が取ったわ。いや、これはうまい、ナイス。はい、それではですね、2戦目見ていきたいと思います。まあ、この試合に関して言うと二課対面になってきますね。うん、でさっきの試合でも見てもらったら分かる通り、いや、赤犬のね無敵でマグマグ状態を自分に付与していくんですが、はい、それをですね消していくのが二課のアホみたいな特性。はい、まあ、そんな中でやっぱりこの52マス貫突の赤犬がどこまでやれるのか、まあ一緒に見ていきましょう。いや、でもね純粋にね PS なかったらマジできついと思う
だってマグマグかけれないんだもん、うん、で自分もねマグマグになれないっていうねこの辛さがあるんだよね。まあこの後見てもらったら分かるんですけども、マジで正義かわいそう。さあでこれ問い面にニカがいるからね、下手にね一陣のフォロー行ってしまうとここを取られてしまうので、ここから動けないっていう状況が飼い犬の気持ちかなと。さあで向こうが攻めてくれたので、さあここをしっかりと、はい、バジランガも出せたんでこれかなりいいです。かわいそうマグマグ。はい、で向こうねマグマグ黙り踏んだので回避がなくなってるはずだったんですけども、ここはねお互いにスキルを合わせていくっていう感じでしたね。さあで通常をしっかりと絡めていく、ただスキルが本当に赤いのかわいそうだな。さあいやこれはうまい、これはうまいな、このジェストがいい。さあでニカがちょっとバグってるんで、はい、でお互いに無敵出していくが、あーこれは赤色に軍配が上がった、うまいね今のは間違いなく、もう PS の問題かな、うん今のはめちゃくちゃうまかったな。さあでこれほんまにかわいそうやな、マグマグになれないって。さあでこっちのブーストが始まるんで、これはねまあ動画のことも考えてこれはねニカを倒しに行ってくれるわけですよ。さあ、またもや、ニカ対面、さあこれどうなってくるか、んでこれはしっかりとあーっとカウンターを出させて犬神を当てていくと、いやうまい、んでそこ取れた、はいでそうキング、キングも結局消してくるキャラクターだからね。さあこれもうかわいそう、一生マグマグになれない。かわいそうすぎるやろマジで。さあでもただキングは燃え散ってる、はいはいはい、キングはやれるんでしょうか、おーナイスキング、そして連チャンで犬神ぐらいしっかりとキドロに当てていく、うん、さあここ取り切れるか、うん、いやナイスだな、ナイスパンクチャビレイ OK。さあここはお取っていきたいが、さあ回避を使った後だから、あお互いにスキルを当てていく、ナイスナイス、さあこれはやれるか、おっと火力で押していく。さあであとは二陣なんだが、ここの二陣は誰が握ってるかによる、さあヤマトだ、さあここが回避をなくしてしっかりと犬神ぐらい当てていくけども、なぜか回避の動作がなかったのかな、今赤ヤマトなかった気するんだけどな、うん、なぜカウンターを打てた。ちょっと見えなかっただけかもしれないですね。はい、ということで2試合目もナイスと。はい、それではですね3戦目見ていきたいと思います。いや今のやっぱりこの環境でマグマグを切らされる環境でめちゃくちゃ活躍してる。うん、普通にすごいわ。うん、ってことで今回は2陣からのスタートになるかな。はい、で今の環境のキドロ、そしてゾロ、そしてニカといった形ですね。はい、いやまあゾロも嫌だしね、キドロもなんやかんやね、あのローが嫌なんでね、うん、ニカはねマグマグ切れてしまうんでね、マジでかわいそう赤犬。うん、さあこれはどうするか、まあ様子を見て犬神グレンをぶち当てていく、無敵スキルで援護していくっていう感じでしょうが、まずは犬神グレン、大スルー。さあただここを入ってしっかりとジャスト回避取って、はい、キッドに猛火をかけていく、変身される前にねずっと猛火かけたいところ、ただ、ここエンマに猛火かけていった。さあキドロにはちょっとかかってないっぽいですね。さあいけるか、さああっとまたもやまだかからず、さあ確率の防御に出ている。さあここで犬神グレンで、おっと確定で猛火入ってきましたね。今のところ2人が猛火に熱そう。さあただねキドロはねここでオン、ローにチェンジしてその猛火を消していくと、いやだからこれが強いよな2人、うん、キドロ、うん、さあでここで詰めていくが一旦距離取っていく。さあでマグマグ消されたくないっていう気持ちが多分たくさんあるんでしょうね。さあ、でここは取っていけれるか、真ん中いけそうな感じする、タイミングよくフォローで犬神グレン、入る準備は完了と。ただこれは裏を警戒しないといけない、なんて言ったってゲット3枚いるからね、これ絶対飛んでくるよねってもう思うのがもうみんなもう同じだと思う。うん、さあまずはゲッターキング落ちていく、さあ残すはカイドウ、そしておでん若レイリー、さあこれ常に裏対処しておかない
ないといけない。なんて言ったってカイドがいつ飛んでくるかがわからないから。さあどうする、詰めていきたいけど詰めていけない。さあここで向こうが出てきたのがニカゾロ、そしてカイドウで飛んできましたね。さあここのどう処理していくか。はい、まずは通常与えて、さあでこれで無敵で猛火をかけていく。さあこうなってしまうともうカイドウはそうです、ほっとかれるんですこれ俺もよくやられるんですけど、猛火なった時になんか寂しいよね。もうちょっとかまってほしいよね、まあほんまにもうちょっとかまってほしいさあここで裏からしっかりとキドロを倒してフォローしていくと。でゾロからねマムは余裕で守れていくんでね。さあでここで、充電の、不具合は出てました。おーおーおー、マムの背中を利用して向こうはスキルを打ってくるか、しっかりとそれを読んでジャスト回避をして犬神グネをぶち当てる姿、まさに正義。さあそしてニカをキル持っていく。いやいいね、いや環境からキャラこんだけボコボコにできたら気持ちいいやろうな。ナイスです。はい、てなわけで参戦終了でございます。ありがとうございました。ということで今回52マス赤犬おさだちゃんによるプレイでした。皆さんいかがだったでしょうか。はい、おさだちゃんかっこよかったよ。おさだちゃんいいじゃん。おさだちゃんのまたプレイが見たいって方はですね、ぜひとも皆さんコメント高評価お願いします。はい、それとですね、またおさだちゃんも YouTube やられてるんで、ぜひとも概要欄の方チェックよろしくお願いします。そしてさらにですね、このキャラの52マスが見てみたいよっていう方もですね、ぜひともコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。ってなわけで今回これで以上になります。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。じゃあねー。